怖い。はい、どうも、こんにちは、という方でね。今回はこちら、ちょっと気持ち悪いかもしれませんが、白黒反転させて、録画しております。この白黒反転させた状態でパックを開けると、ちょっと印象変わるんじゃないかなと思ったので、こちら、やっていきたいと思います。だいぶね、マスタードルスザクっていうパックがありますけど、だいぶ印象違いますね、これね。はい。もう、なんていうの、主人公がポケモンのなんか、ボス的な感じになっちゃってるけど、ジムリーダーかなみたいな。はい。そんな感じですが、もしこれでマスターカードが当たったらすごいことになりますね。多分。はい。ということでやっていきましょうか。かなり新鮮な雰囲気ですね。はい。はい。うわ、やべ、これ何色かわかりますかこれ。これね、緑色なんですよ、実は。ボンドプラントボ。トボでした。すいません。山田から1枚目をマナゾーンに置くと、それはパワー1万2000以上のクリーチャーなら山札の上からさらに1枚マナゾーン。まあ、あれに似てますね。なんか、フェアリーライフ系の昔流行った3マナの呪文に似てますね。名前忘れた。まあ、これ一応自然文明です。はい。怪獣、ヒラーが。はい、これ一応水文明ですね。はい、金色っぽく見えてますが、バトルゾーンに出た時に水のカードを1枚自分の手札から捨てると。そしたら相手のクリーチャーを1体持ち主の手札へ戻すということです。さあ、3枚目。ほっ！おー、これ一応黒なんですけど、これは結構黒っぽく見えてるな、でも。はい。これ闇ですね。はい。ブロッカーでこのクリーチャーアタックできないということで、1マナで2000っていうですね。かなり強いですが、これは軽くていいですね。はい。おー、夜の南国別荘、クジハウス。これ青ですね。シールドトリガーで絆ということで、ラスト。はい。ドラゴンズサイン。これ、一応、光です。水に見えるけど、超かっこよくない？え？待って、超かっこよくない？これ。あれじゃん、これ。マスタードラゴンじゃん、これ。めっちゃかっこいいじゃん。すげえ。ということで、今回は、なんか、形的に爆死ですけど、なんかすごい、なんかちょっとポケモンのカードに見えるね、これね。はい。ということで開封させていただきました。では、また次回お会いしましょう。See you next time. Bye bye.